どんな用だい？どんな用だい？それじゃあな。どんな用だい？他にはないかい？それじゃあな。
ちゃんと見ておったのだ。なんだ、こいつらの仲間か。知らぬな。お主何の用だ。その言葉、こやつらによく言い聞かせてやれ。この偉人どもが浜の漁師たちを痛めつけておったのだ。民への乱暴狼藉、許せぬ。嘘を言うな。俺たちは漁師にアメリカのことを教えていただけだ。そっちこそ因縁をつけるんじゃない。まあそれはもっともだな。命拾いしたな、野蛮人どもが。内心ホッとしてるんだろう。我らを愚弄しよって、もはや生かしてはおける。上等だ。申し訳ない。うちの兵士が迷惑をかけた。いや、ことが収まって安心したよ。偉人さんには日の本のクジラ漁のやり方を聞かれただけなんだ。向こうは代わりに洋式の相撲の技を教えてくれてな。だから乱暴されたってわけじゃないんだ。彼の言う通りだ。レスリングの技を実演していたんだよ。釈明してくれてありがとう。いいってことよ。それはそうと、あんたらに言っても仕方ないかもしれんが、実は俺の仲間が上位派のお侍が話しているのを聞いたんだ。お上のお偉方を動かして異国との交易を止めるとかなんとか。すると偉人さんたちも国へ帰ってしまうのかい。そう毛嫌いしなくたっていいだろうに。この間は大変だったな。あれ以来ハリスは身を隠してしまった。いずれにせよ条約が結ばれてしまった以上、今更奴を撃っても無意味だ。そもそも君が追っているのはハリスではなく、黒船に乗ってきた侍の方じゃないか。あの侍を探すためにハリスの行方を知りたいんだろう。それなら横浜貴賓館で聞いてみるといい。幕府の連中と偉人が交流している場所だ。幕臣の福沢諭吉らが出入りしていると聞く。桂さん、どう、あんたも一緒ってことは。いやあ、高杉君、やっと来てくれたね。これから例の件について話すつもりだ。実は
松陰君の行方が分かった。彼は赤鬼に捕まって牢に入っているらしい。松陰君を救うため我々は手を打たなくてはならない。そんな時良い話をつかんでね。水戸の連中が最近赤鬼を失脚させられるほどの大層の書状を手に入れたらしい。これを我々の手で奪うことができれば松陰君を牢から出せるかもしれないというわけだ。だがハリスの件で我々はお上に目をつけられている。派手に動けば逆に書状のありかを悟られかねない。ここは君の手を借りられないか。水戸の者たちから書状を入手し直接私の元へ持ってきてほしい。書状の件君に頼めるかい。ありがとう。恩に着るよ。無理を言うようだが水戸の者はできるだけ殺めないでほしい。今回はやり合うことになるが敵ではないからね。お互いに恋の情報屋をやっとく。まずはそいつと打ち合ってくれ。いい品がいかがいたしましょう。ありがとうございます。またどうぞ。いかがいたしましょう。他にご用件は？またどうぞ。
かなか腕が立ちそうだね。ちょっとした勝負をしないか。なに、簡単なことさ。あそこにいる私の連れを倒してくれ。日本の強者は獲物一つで銃相手に立ち回ると聞いてね。君の腕前見せてくれ。があったというものだよ。これは素晴らしい技を見せてくれた謝礼だ。こちらでございますよ。来てくださったこと嬉しく思いますわ。申し訳ありません。お話しできるようなことは特に。一体どういう関係ですの、あの方とは。すみません、野暮なことを聞きました。あの方はハリス様の護衛を務めておられたのでしょう。まずはそこから当たってみては。あの事件以来ハリス様は身を隠していらっしゃるようです。行方が気になるのであれば横浜貴賓館で聞いてみてはいかがでしょう。幕臣と西洋の方々が交流なさっている場所です。実はもう一つ、もっと確実な手がないわけではございません。私、幕府にはちょっとしたつてがありますの。お願いを聞いていただけるのなら便宜を図れるかもしれません。遊郭は名だたる方同士が腹を探り合う場でもございます。そんな宴に呼ばれていたら当然顔も広くなりましょう。信じられませんか。ですがお願いしたいことがあるのは事実です。依頼は水戸の侍たちが持つある書状の入手です。その方たちの拠点に乗り込み書状を奪った上、直接私の手元に届けてほしいのです。直接でございますよ。侍たちが騒ぐならしかるべき対応をお願いいたします。書状の件お願いできますか。あら、仕方ありませんわね。その気になったらまたお越しくださいませ。お話はここまでですね。
誰か腕に覚えがある者はおらぬか。
Huh?
木で良い面構えをしているな。一つ世直しに協力してくれんか。この先の村に居座る非道の同心に天誅を加えるのだ。何、民草を虐げる奸賊どもだ。遠慮はいらん。おお、それはありがたい。同心めは多くの部雷を従えている。どう叩くか考えねば。正面から皆で行けば心強いが、犠牲は避けられん。かといって忍び込んで奇襲するならどうしても可兵になる。皆で突破するか、少数で忍び込むか。貴殿はどちらが良いと思う？なんと一人で行くと。分かった。だがくれぐれも無理はするなよ。さあ善は急げ、早速始めるぞ。それから誰だ。
神に立てる時か。Hello. 私も戦う。直しを人任せにはできん。I hope you're having a great week. キングに潜入してもらい正解だった。まずは助太刀感謝するぞ。いや、目の覚めるような戦いぶりだった。それに比べて小役人どもの無様なことよ。この調子で奸賊をなで切りにして我らが御国を守るのだ。 Unfortunately, life is grand, thank you. HBU貴殿もぜひ協力してくれ。何にせよ貴殿と出会えてよかった。貴殿のような者がいれば三国も安泰だ。いらっしゃいませ。あんまり稼いでそうだな。俺らにくれ。
誰じゃおまんは。何を勝手に入ってきちょる。お、どうしておまんがここにおるがじゃ。ほう、そりゃ奇遇じゃのう。ここへ来たのも何かの縁じゃ。ちっくと話を聞いていくぜよ。今大岡大蔵はわしと同じ土佐のもんでの、悪党を切るため助太刀を頼まれたんじゃ。なんとの状況は分かったけんど、おい龍馬さん、こいつを信用して大丈夫かい。もちろんじゃ。横浜に来るとき世話になっての、腕も人柄もわしが受けようぜよ。おまんがそう言うんなら信じるかの。おいたら話せよ。前に飯屋に行ったとき、悪党が来とることを耳に挟んでの、保土ヶ谷に泊まってお忍びで三代崎遊郭へ行っちょるらしい。なら奴が宿へ帰るところを襲えばええ。お忍びな分護衛が減るき、必ずやれる。奴は偉人の商人に袖の下をもろうて私腹を肥やしとる。とっとと切るんが民のためじゃ。頃合いを見て結構じゃ。闇夜に紛れるのが一番ぜよ。ありがたい、抜かりのを頼む。歩いていくぜよ。馬を使ったら感づかれるき。伊蔵はわしと同じ土佐の豪士での、腕は確かで何よりまっすぐな男。この件は伊蔵が思いついたんじゃ。日本を変えるためには今わしらにできることをするしかないき。豪士運は昔土佐を治めちょった殿様の家来の子孫じゃ。新しく来た山内の殿様は代々豪士を軽んじての、わしら豪士が国元におってもついたぜよ。この辺に潜んで奴を待ち伏せする。あんたぐらいはどうじゃ。あいつかい。伊蔵の言うた通り火を。やめよ。誰かが偉人と良い関係を築かねば、国同士の交渉も。黙りや。腐ればかり武士らしゅう。少しでも切るようで死ねたことを感謝せ。今の幕府のやり方を捨ておけんのは事実じゃ。同じ志の者は大勢おる。おいおい紹介するき。長居は無用じゃ。早くこの場を離れるぜよ。
あんた、あんまり稼いでそうだな。俺らやる。助かったよ。これを受け取ってくれ。Yeah.
今回働いてくれるやつってのはあんたか。話は聞いてるよ。愛想のねえお人だな。まあいいさ、こっちは金さえもらえりゃ文句はねえからな。さっきやけに周りの目を気にしたお侍のご一行があそこの旅籠に入ってった。きっとあいつらさ、この手の連中は交代で根津の番をするって決まってる。緊張の解ける明け方を狙うといい。書状を回収したらここでお茶を待ってるぜ。
誰かいるのか。来やがった。どうした、超悪いがかい。ご苦労さん。さあ、書状を渡しな。俺が渡しておくよ、タカさんに。あ、いや、これは。実際、綺麗事じゃ生きていけないからな。より儲かる方へ売る。それの何が悪い。さあ、いい加減書状を渡しな。へっ、やろうってか。やる気が回った。
また会ったな。いや、来てくれたか。書状があるならまずは見せてくれるかい。水戸の者らの犠牲を抑えてくれたことは伝え聞いている。君の働きには心底感謝するよ。だが書状には因がない。やはりこれは偽物だ。我らは踊らされていたんだ。先ほど仲間から知らせがあってね。陽動のため保土ヶ谷の侍たちは偽の書状を持たされたらしい。本物は中山道を使って運ばれていたが、結局それも幕府に奪われてしまったそうだ。徒労に終わってしまい、面目次第もない。保土ヶ谷で何か変わったことはなかったかい？それはあの情報屋のことか。君には嫌な役目を背負わせてしまったな。申し訳なかった。ずうずうしいようだが、これからも力を貸してくれ。大丈夫かい？大戦、あれは貴様らが手にして良いものではない。幕府が朝廷の命を握りつぶすんか。やめてくれ。どうせすぐ処刑されるのにな。愚かな。今偉人どもと感化を交えれば日の元ごと焼かれよう。朝廷の勅書は大老井伊直弼の手で葬り去られた。井伊直弼は倒幕の芽を摘むため容赦のない弾圧を開始した。願わくは花の下にて春しな。おや、どなたですか？僕は中津の侍で福沢諭吉と申します。今は学問をしながら幕府の下役として働いています。こちらはイギリスの通事のアーネスト佐藤さんです。はじめまして。僕は福沢さんに日本語を習っていたところです。もう教えることなんてほとんどなさそうですけどね。僕の方がもっと英語を教わらないと。君はどういった用事でここへ？アメリカのハリス公使？あの人ならば。待ってください。ハリス殿に何の用です？あの方は先日襲われたばかりだ。よく知らないあなたをおいそれと会わせるわけにはいきません。そこそこ腕も立ちそうだし、
資格かもしれない。何やら事情がおありのようですね。福沢さん、君も講師に会いたがっていただろう。いっそこの人と一緒に行くのはどうだい。仮にこの人が資格でも君が一緒なら手を出せない。何せ君は辰巳流居合の達人だ。違うかい。わかりました。気は進みませんが、佐藤さんがそう言うなら。アリス講師は神奈川宿のとある寺にいる。正確な居場所は福沢さんに伝えておくよ。てっきり佐藤さんも来てくださるものかと。最近あの辺りでは西洋人が次々と襲われていてね。僕はやめておくよ。君たちは日本人だから大丈夫だと思うが。物騒ですね。僕が先に行って様子を見ておくことにします。神奈川宿で待っていますよ。